さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は宮司神主さんにまつわる事件でございます。ですので、今日の冒頭の部分でその辺の理解をちょっと深めていきたいなと思いますので、少しの間お付き合いください。まず皆様、宮司と神主の違いについてご存知でしょうか。まず宮司で言いますと、その神社の代表のことを指して言います。で、神主で言いますと神官神職と言いまして、例えばね、その神社の中に複数名の神主が、神主というか従業員という言葉が適切かどうかは分かりませんが、従業員がいた場合、その代表者っていうのは一人になりますので宮司になるんですね。で、それ以外の方は神主というようなことになります。で、通常神社、一つの神社で一人の神主さんが仕切るっていうことが多くなっておりますので、近年では結構ね、宮司イコール神主というようになるケースが多くあります。大型の神社では変わってきますけど、大型でないところに関しては宮司イコール神主なので、皆さんね、こういうふうに神主さんっていうふうに言ったりするケースも多くなっております。で、よく坊主丸儲けというような言葉がありますよね。皆様も聞かれたことあると思うんですよ。そこだけを聞きかじって、あ、税金払わなくていいんじゃない、だからいっぱいお金もらえるんでしょ、まんまお金もらえるんでしょなど、いろいろな声があるんですけど、坊主と神主、ここも大きな違いがあるんですよ。仏教と神道の違いですね。仏教はそのブッダが開祖となっておりまして、僕もあんま詳しくはないんですけど、仏教、そして神道っていうのは日本古来の神様ですね。その天たけるなんちゃらとかっていうように、仏教と神道ってその信仰するものがそもそも別物なんですよ。そして日本古来のものが神道となっておりますので、日本の中には実はね、神社庁っていうものがあるんですよ。省庁の一つなのかな、ちょっとここは定かではないですけど、多分そうなのかな。で、そこによって月収の上限っていうものも決まってるんですよ。月収の上限はなんと60万、月収60万円以上もらうことはできないんです。で、先ほどね、ちょっと調べてみたら、その大半の神主さんって月収だいたい20万から40万で、年収300万円ぐらいっていうのが大半なようでございます。ただやっぱ許されているのが神主としての上限なんで、それ以外に副業っていうのをやっていらっしゃる方もちょこちょこいらっしゃるようですね。例えばその昼間、その神社系列の保育園なのかな、幼稚園に行って、そこで何かお手伝いをすることによっていただくとか、またその公務員をやりながら、また市役所勤めしながら空いた時間にどうしてもなってしまうんですけど、それで神社神主を行うっていうような兼業もしばしばあるそうでございます。で、私の知人に実家が神主だよ、神社をやってるよっていう方がいるんですけど、ちょっとやっぱり聞くと九州の田舎の方でやってるらしいんですが、収入は結構 しんどいよっていうふうに本人も言っていたんで、でもいつかはやっぱね、由緒正しいもんだから継いでいきたいっていうふうに言っていたんですよ。っていうように、そのやっぱりね、お金でやるっていうよりも、その今までの途絶えさせたくないから継ぐっていうケースがやっぱり多いそうでございます、動機としては。で、本日の事件はそんな宮司ちゃんにまつわるお話でございます。では行きましょうか。またもしよろしければチャンネル登録、高評価、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは事件の概要に行かせていただきましょう。8月2日午前8時ごろ、千葉県茂原市町保にあります琴平神社琴平本教茂原教会所の駐車場の草むらで、そこの宮司を行っております優さん、当時56歳が死亡しているのが発見されたんですね。その死亡していた優さんを発見したのは、地元の消防部職員を行っております優さんの弟だったんですよ。で、その弟さんが、まあ、いつものように出勤しようかなっていうふうに出勤していくんですけど、その出勤途中で流血、血を流してうつ伏せに倒れている優さんを見つけて110番通報したんですね。そしてその後警察がしっかりと調べを行いまして、司法解剖した結果、死因は背中を刺されたことによる失血死と判明いたしました。では警察の調べと現場の状況に行きましょうか。茂原署の調べによりますと、優さんは外出用のグレーの縦縞ジンベエ姿だったんですよ。で、そのことから帰宅直前に優さんは被害に遭ったのではないかと見られております。背中から刃物でズドンと。で、優さんの近くには自転車と白いサンダル、タバコやライターなどが入った小さいセカンドバッグが落っこっていたんですね。まあ、自転車があったっていうことは、優さんはその日何かがあって自転車で帰っていたんですよ。で、優さんのセカンドバッグの中には現金がなかったんですよね。なので、まあ、多分金銭目的の可能性が高いだろうというようなところで、そしてユウさんのズボンのポケットから220円の小銭が発見されることとなります。事件発覚前日からの流れを皆様にご説明させていただきます。で、事件が起きたのが8月2日、まあ、発覚したのがなんですけど、8月1日から説明させていただきます。で、午後6時過ぎに、その優さんの次女、当時25歳に仲間の集まりに行くと言い残して自転車で外出するんですよ。で、多分その時には外出用のジンベエを着てたと思われます。で、 JR 茂原駅前にある居酒屋で、こう知人など16人の飲み会に参加していたんですよ。で、その飲み会が午後8時頃に終わりまして、終わったのかちょっとユウさん一人で出てきたのか定かではないんですけど、そのユウさんは一人で居酒屋を出てフィリピンパブに行くんですよ。で、そのフィリピンパブでお酒を飲んだりカラオケをするなどして過ごすんですね。そしてその後、時刻が変わって8月2日午前1時頃まで飲み続けるんです。で、その時にこうお会計お願いしますって言ってポケットから2万円を出して、代金の1万8500円を支払ってその店を出るんですよ。で、そのフィリピンパブを出てから遺体発見までの午前8時までの足取りは分かっていないんですが、その間に襲われたのではないかと見られております。それでは優さんの情報に移っていきます。で、優さんは事件の12年前に奥さんに先立たれておりまして、それがゆえに長女27歳と次女の3人で暮らしていたんですよ。で、神社は戦前に創建されておりまして、優さんはお父さんの後を継いだ2代目なんです。で、1970年に宗教法人を設立しております。で、ユウさんは1993年に自宅脇の敷地が指導用用地として買収されておりまして、その買収で約4億2000万ほどお金を得ているんですよ。そして被害に遭う前年にも自宅周辺の土地を売却しておりまして、そこでも
莫大な金額を得ているんですね。なのでもう本当ユウさんって億万長者なんですよ。もう多分4億、多分さらに2億とか4億とか持ってるわけでしょ。もう本当なんだろう、人生2回転ぐらいの収入を得てるわけなんですが、まあ、先ほども言ったんですけど、その神主って上限が、給料の上限っていうのが決まってくるんですよね。なので相当大きいところでなければ、まあ収入がやっぱ年収300万とか400万になってしまうケースもざらにあるんですよ。でもこうやって莫大な金額を得ちゃったんですよね。で、近所の住民によりますと、ユウさんは普段から数十万単位の現金を持ち歩く。いや、ちょっと悪く言えばね、ちょっと成金風ですよね。普段から数十万円をもう財布とかセカンドバッグに入れてもう出歩く、そういうような方だったそうでございます。で、フィリピンパブの女性にはたくさんのお金があるから貸しているんだっていう風に周りの人にも周囲の人にも言っていたそうなんですよ。で、知人にも100万単位でお金を貸すので、 いつでも言ってくれという風に言っていたそうなんですよね。いや、ここまで来るとね、ちょっとっていう感じなんですけど、で、ユウさんは事件前年の8月24日午前1時10分頃にも外国人のいるスナックでカラオケを楽しんだ後、自宅前で襲われて現金30万円や印鑑の入ったポシェットなどを奪われる、そういう被害にも遭っているんですよ。で、警察の捜査なんですが、茂原署はこれらの事象、まあお金貸すよとか、フィリピンの女性にお金を貸していたり、またはね、その事件の1年前に襲われていたりっていうことから、金銭トラブルによる犯行とみて捜査を続けていたんですけど、いまだに犯人に結びつくような情報は得られておりません。ですので、この事件に関する情報提供を警察は呼びかけております。で、個人的にね、ちょっと思うのはいくつかあるんですが、ここからエピローグでそれをお話ししていきたいななんて思います。はい、エピローグに移らせていただきます。まあね、そのまずね、確かに多分これを視聴いただいた皆様の意見としては、そんなね、成金みたいなことしてるからっていう意見もありそうなんですけど、多分ね、お金得たらそうなっちゃう人ってたくさんいると思うし、その気持ちもわからんでもない。そしてだからといって殺されていい理由にはならないと私は思うんですよ。だから、そのそこについてはね、一旦私は触れずにいきたいなと思いますが、多分ね、犯人絶対情報あるよねって思うんですよ。で、多分セカンドバッグ、昨年、その前年盗まれていたのが30万円なんで、多分その金額ぐらいで動いたと思うんですよね。で、その辺考えていくと、どうなんでしょうね。30万円で、多分警察は、まあ常套手段で言いますと、すぐ引っ越した人とか、その辺を探したと思うんですけど、でもその辺でも見つかってないとしたら、まあ海外に行ったか、もしくは30万円だからっていうので、そのまま住み続けているのか、の二択だと思うんですよ。ただどちらにしても周囲に少なからずね、やっぱその今まで借りていたお金が返せてなかったのに急に返せるようになったとか、また一瞬羽振りが良くなるとか、そういうのがあるような気がしないでもないんですけどね。どうなんでしょうね、その辺。そのだから多分ね、情報はどっかにあると思うんですよ。ただそれが警察に伝わっていないっていうような気がしてならない。どうなんでしょうね。まあどちらにしても
早く見つかってもらいたいなと思います。変な言い方、変な言い方ですよ。まあ現金30万私は持ち歩かないですけど、30万じゃなくても10万をたまたま財布に入れていたっていうケースってあると思うんですよ。それで命を狙われるっていうふうに考えるとめちゃくちゃ怖いよねって思いますんで、変な言い方、こう少額のお金で殺害まで至る、そういう人がこの周辺にいる可能性がいるっていうふうに考えるとめちゃくちゃ怖いことですので、もし本当情報をお持ちの方がいらっしゃればお願いいたします。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございます。